うちの担当に聞くとですね、結構今令和がやってることを、まあ、取り入れたというか真似た部分もあると思います。山本さん、高井さん、こんばんは。皆さんこんばんは。宇都宮で保育士やってます。昨日の都知事選、心を寄せてはいたんですけれども、個人的にはとても暗黒というか、もう盛り下がった結果となってしまったんですけれども、石丸氏について、山本さんが愛入れることはないかなっておっしゃってるような動画もちょっと拝見したんですけれども、結果についてはどうお考えですか？どうだろうな。都知事選がありましたと。で、百合子さんが勝たれたんですよね。すごいですね、本当にね、強い。で、その次に取ったのが石丸さんって方、広島の方の自治体で首長やられてた方で、その次が蓮舫さんだったと。で、石丸さんっていう方に関してどう考えるかってことをですね、この選挙戦が行われている間、全国いろいろ回ってる時に聞かれたことがあるんですよ。で、私は一生交わることがないタイプの人だっていうことを言ったんですね。考え方は何かって言ったら、やはり私はあの方は緊縮方向の方だろうな、小さな政府ということを考えていらっしゃる方かなっていうふうに思ったんです。で、小さな政府ってなんだって言ったら、その反対にあるのが大きな政府なんですよ。で、私は大きな政府っていう考え方、小さな政府っていうのはどちらかというと、国がやれること、行政がやれることは最小限に絞っていく、各自の力という部分を頼っていく感じなんですかね。まあ、どっちかって言ったら弱肉強食、どちらかというと新自由主義っていうものとすごく親和性が高いってことです。私は大きな政府、何かって言ったら、国が最大限、なんだろうな、多くの困りごとをさまざまなサービスなどによって解決していくと。だって30年国がこれだけ弱ってる状態で、貧困が拡大してて、いろんな方々が将来に不安しかないというような状況の中に、もう一度立て直すということを考えるならば、これは大きな政府でやっていくっていうのが必要なことだろうと思ってます。一方で石丸さんはおそらくそこら辺の考え方は、財政規律とかですね、ちょっと一昔の財務省的な、そういう考え方、つまりは、維新などと親和性が非常に高い存在なのかなっていうふうに思ってます。で、そのような答えを言ったわけです。その2週間ぐらい、この2週間ぐらいね、聞かれたら。で、今聞かれたことは、その石丸さんという人が2位になったってことに関してどう思いますかってことですね。どうもこうもないかな。それが結果だねっていうことだと思います。逆に言ったら、難しいとか、話長いとか、めんどくさいじゃないですか。でもやっぱり事実関係を喋っていくってことになったとしたら、ちゃんとした説明が必要ですね。これまでこうなってたんですけど、これじゃまずいんですよ。なぜならば結果がこうなったからですねって。これを変えていくためには、こういったことをやっていかなきゃダメなんです。一方でこれをやることに対して皆さん心配なさるのが、こういう部分じゃないですか。だからこれを心配なさっている方に安心していただくためには、これをご覧いただきたいんですっていうのは、ものすごくやっぱり説明が長くなるんですよ。で、よく自民党とかはキャッチフレーズ的な選挙でずっと切り抜けてるわけですね。それってどっちかっつったら、詳しい話は聞けないけれども、なんとなく感覚的に分かったような部分ができると。例えばですけれど、安倍さんがすごかったのは、アベノミクスの時の凱旋で、難しい話は言わずに、この国のエンジンをぐるぐる回していくんだと。アベノミクスでエンジンをぐる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 回す。ぐる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 って、大丈夫かなこの人みたいな。でも、その方が多くに伝わると。何が言いたいかってことなんですけれども、こと細かに詳しく喋るっていうことを考えたときには、これが浸透したりとか伝わるっていう確率ってどうしても低くなっちゃう。相手側にちゃんと聞くっていう体制がないと、やっぱりなかなか難しいってことなんですね。そういった意味で、誰やったっけ？ずっと喋ってると。誰でしたっけ？
あ、石丸さん。すいませんね。わざとやってるんじゃないですよ。ずっと喋ってると、めったに出てこないっていうか、めったに使わない名前出てこないんですよね。岸田っていう名前も出てこない時ありますから。すいませんね。失礼でも何でもなくて、喋りすぎっていうことですね。頭に、エアーが届いてないと。石丸さん。石丸さんの戦略というか、まあ、なんだろう。政策はある。でも、それについて詳しく語ったりとかっていうことは、そこまでしないというようなやり方っていうのも、一定ありなのかなって、いうふうに思ったりもしますよね。それって、石丸さんだけじゃなくて、去年は、この2年ぐらいでは多分、参政党さんとかもそうですよね。なんかいろいろ考えると、結構コンビニエントな、なんだろうな、伝える内容っていうことでもう十分なのかな、情報量としては。っていうふうに思ったりもする部分あります。でも一方でそれじゃまずいだろうと。ちゃんと話さなきゃって。伝えられることは話さなきゃっていうふうに思って話長くなるっていうのが私のタイプなんですけれども、どう思います？はい。はい。いやいや、話は私は山本代表のこのスタンスがもう間違いなくいいと思ってますけども、私は一つやっぱ驚きました。昨日の2位っていうのは、まあ党内みんな驚きました。で、まあその中で、まあ終わった後ちょっとみんなちょっと意見交換したんですけど、まあ一つはやっぱりネット戦略に非常に長けてたと。まあこれからはやっぱりネット選挙の時代だと、まあ、そこをやっぱりしっかりやらなきゃいけないと、まあ、ただ、まあ、私はあまりネット選挙そんな詳しくないんですけど、まあ、うちの担当に聞くとですね、結構今令和がやってることをまあ取り入れたというか真似た部分もあると思います。まあ、そういう意味では令和は他の党に比べればね、このネット戦略っていうのは進めている方ですけど、まあ、でもまあそれで満足することなく、もう本当にやっぱりこれからネット選挙の時代だと思うんで、より磨いていってですね、選挙に勝てるように頑張りたいと思います。はい。まあもうね、もうしつこくやり続けるしかないってことですね。まあ、で毎回選挙のたびに新しいいろんなニューキャラクターが出てきたりとか、いろんな動きはあると思うんですけれど、でもまあ、それが本物であるならば、かなり長い期間にわたって影響を及ぼすようなことになるかもしれないけれども、でもそこと比べたってしょうがないですからね、はっきり言っちゃえば。私たちは私たちにやれることをずっと積み上げていくしかないというところです。ありがとうございます。はい、どうも皆さん今日はありがとうございました。もうね、今日の話で皆さんも気づいていただいた通り、もう時間はないですよね。もう悠長なこと、10年先に政権交代なんてんじゃ、本当にこの国はもう終わってしまいます。そして次の衆議院選挙が本当に大事な、ここで令和が議席を伸ばせば一気に政権交代もあり得るし、いろんな政治が変わる大チャンスなので、まあぜひともですね、冒頭言いましたけど、この栃木県すごく大事です。北関東で、前回ゼロだったのが2に取りたい。それから、久喜市中心の埼玉13区は選挙区で勝てば3になります。もう3取りたいんですよ。そうすれば20議席いけますよ。なのでぜひ皆さんのこれからの一緒に戦っていただくその頑張りに、令和の将来かかってますので、ぜひ、力を貸してください。一緒に戦ってください。どうも今日はありがとうございました。